今回は三間飛車の将棋をご紹介しようと思います。よろしくお願いします。早いしだ。6二銀に対してはすぐに7八に飛車を回る手が可能です。もし角交換をしてきて4五角と打ってきたら5五に角を打ち返して相手は香車取りを防ぐことができません。片身の囲い。角を交換する手もあったと思いますが相手は飛車を浮いてきました。こちらとしては角が向かい合ったまま駒組みを進める手もあったと思いますが今回は穏やかに角道を止めて石田流の形を作っていきます。相手が6三銀型の場合は9七に角を上がるより7七に上がった方が有力です。理由としては9七角型の場合は相手の6四歩5三歩の歩2枚が角の利きを遮断していて角の利きが弱まっています。ということで相手の銀が5三にいる場合は9七角型、6三にいるときは7七角型と相手の銀の位置によって角の位置を使い分けることによって作戦の幅が広がると思います。相手が2三銀と上がった瞬間は守りがバラバラなので攻めのチャンスと言えます。7四歩6五歩と歩を突き捨てていって軽くさばきに行きます。さっきの6五歩を取る手もあったと思いますが相手は3二金と上がってきました。やはり守りが不安定で強く戦いを起こすことはできなかったと思われます。2分。シンプルに銀をぶつけて攻めていきます。銀をぶつけるところで角を交換して6六角も有力でしたね。割り打ちの銀。この手が銀を交換した狙いの一手ですね。こうなると玉の硬さに差があるのでこちらが優勢になったと思います。1分30秒。一回4四歩を突き捨てることによってこの局面で5五銀打ちの筋を防いでいます。構わず銀を打ってきましたがこれは飛車角が2枚効いているので2枚替えですね。もちろん角交換はしません。4四銀と打つ手がかなり厳しいですね。こうなると金6で攻め駒も綺麗にさばけているので必勝形と言っていいと思います。あとは寄せるだけですがもちろん歩を使って攻めるのが急所の寄せですね。1分。こうなると相手は桂馬しかないため受かりません。
はい、今回は三間飛車の将棋をご紹介しました。相手の銀の位置によって9七角と7七角を使い分けるようにしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やいいねボタンよろしくお願いいたします。